2008年の野球においてメジャーリーグベースボールのポストシーズンは10月1日に開幕した。ナショナルリーグの第39回リーグチャンピオンシップシリーズは9日から15日にかけて稽古試合が開催された。その結果フィラデルフィアフィリーズがロサンゼルスドジャースを4勝1敗で下し15年ぶり6回目のリーグ優勝及びワールドシリーズ進出を果たした。 この年のレギュラーシーズンでは両球団は八試合対戦し四勝四敗の五分だった。両球団がポストシーズンで対戦するのは九百七十七年、九百七十八年、九百八十三年の各リーグ優勝決定戦に次いで二十五年ぶり四度目。このうち最初の二シリーズに出場した当時ドジャース内野手のデービー・ロープスが今シリーズではフィリーズ一塁コーチ、 当時フィリーズ内野手のラリー・ボーアが、今シリーズでは、ドジャース三塁コーチと互いに所属球団を入れ替えて、再び対戦した。1977年シリーズ第3戦では、この両者が絡んだプレーが微妙な判定となって、試合結果を左右したこともあり、今シリーズ開催に際して、当時のことが振り返られた。それから31年後の今シリーズ第3戦では、 ドジャースの黒田裕樹がフィリーズのシェーン・ビクトリーノの頭近くへ投球したことをきっかけに乱闘が発生し両選手らと共にロープストボーアにも MLB 機構から罰金が課された。シリーズ MVP には第1戦と第5戦の2試合に先発登板していずれも7.0イニングを投げ2勝0敗。 防御率1.93という成績を残したフィリーズのコール・ハメルズが選出された。この後フィリーズはワールドシリーズでもアメリカンリーグ王者タンパベイレイズを4勝1敗で下し28年ぶり2度目の優勝を成し遂げた。2007年よりワールドシリーズの開幕日が全米テレビ中継の視聴率が高く見込める曜日の放送を増やすために土曜日から水曜日に変更された。 これに伴い、ポストシーズンの期間が延びたため、リーグ優勝決定戦では、第4戦と第5戦の間に休養日が設けられた。この方式は、2009年シーズン終了後に撤廃されるまで3年間続いた。2008年のナショナルリーグ優勝決定戦は10月9日に開幕し、途中に移動日と休養日を挟んで7日間で5試合が行われた。日程、結果は、 以下の通り。勝ち、コール・ハメルズ・ハイ、デレクロエス、ブラッド・リッチ・本ン・リファイ、ジェイス・アートリー1号・二ラン、パッド・バレル一号・ソロ・審判パン、審、マイク・ライリー、類審、一類、ジェリー・ミールズ、二類、マイク・エベリット、三類、テッド・バレット、外審、左翼、マイク・ウィンタース、右翼、 ゲイリー・シダーストロム試合開始時刻、東部夏時間午後8時23分試合時間、2時間36分、観客、45,839人気温、歌詞73度詳細、mlb.com ゲイモデイ、com B B R R、e s p、e e、n c o m、e. basebal-reference.com l、ファングラフスショー、ブレッドマイヤーズ・ハイ、チャドビリングズリー・エス。 ブラッドリッチ本類だ。ラット。マニーラミレス1号3ラン審判。急審。ジェリー・ミールズ。ル進、一塁1類。マイク・エベリット。2類。テッド・バレット。3類。マイク・ウィンタース。外審。左翼。ゲイリー・シダーストロム。右翼。マイク・ライリー試合開始時刻。東部夏時間午後4時35分試合時間。3時間33分。観客 45,883人気温。歌詞74度詳細。mlb.com ゲームモデイ。espn.com.basebal-reference.com、e e e e.。ファングラフスショー。黒田博木杯。ジェイミー・モイヤー・ホン・ルイダー。ラット。ラファエル・ファーカル1号ソロ審判。9審。マイク・エベリッ累審。一類。テッド・バレット。二類。マイク・ウィンタース。 三類、ケイリー・シュター・ストローム、ソトシン、左翼、マイク・ライリー、右翼、ジェリー・ミールズ試合開始時刻、太平洋夏時間午後5時24分試合時間、2時間57分、観客、5万6800人気温、歌詞70度詳細、mlb.com ゲイモデイ、espn.com、b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m ファングラフス賞、ライアン・ワドソン・ハイ、コーリー・ウェイド・エス、ブラッド・リッチ・ホン類・リファイ、シェーン・ビクトリーの1号2ラン、マット・ステアーツ1号2ラ、ラ・ビッダ、ド、ケーシー・ブレイク1号ソロ審判、急審、テッド・バレット、累審、1類、マイク・ウィンタース、2類、ゲイリー・シダーストロム、3類、マイク・ライリー、ソト・シン、左翼、ジェリー・ミールズ、右翼、マイク・エベリット試合開始時刻、 太平洋夏時間午後5時24分試合時間3時間44分観客56800人気温歌詞74度詳細 mlb.com ゲイモデイ e s p n c o m basebal-referenc.com e ファングラフスショーコールハメルズハイチャドビリングズリーホンルイダファイチミーロリンズ1号ソロラット マニーラミレス2号ソロ審判、球審、マイク・ウィンタース、累審、1類、ゲイリー・シダーストロム、2類、マイク・ライリー、3類、ジェリー・ミールズ、外審、左翼、マイク・エベリット、右翼、デッド・バレット試合開始時刻、太平洋夏時間午後5時23分試合時間、3時間14分、観客、5万6800人気温、歌八89度詳細、 mlb.comgameodayespn.com basebal-reference.com、e e e e. ファングラフスありがとうございます。